毎日は回ってたんですけど、こう全員じゃないのでこうピックアップされたら心配なくて回ってたので、ほぼ毎日は回ってました。時間があればこういうところに参加して血圧測定とか流行の相談とかも結構される方多いので、それに自分たちのできる範囲で答えたりとか、あと病院に行った方がいいような感じの人はもう受診した方がいいよって促したりとか、そういう相談には乗ってます。なんか血圧は結構みんな高くなったっては言ってますね。でもそれぞれまずかかりつけとかがあるので、まず心配なこういった機械で測ってみて確認してもらったりすることに利用してもらえればいいかなって感じで、見た目は結構みんな回復してるような感じではあるけど、ね、精神的にはやっぱり深く話を聞くとなんかやっぱり奥底にはやっぱりそういう、傷、心の傷じゃないけど心がやっぱり被災した状態ではあるなっていう、のは感じますね。結構こういう場ではわーわーキャーキャーで、そうですね、自分とっていうのは、まあ推測ですけど、でもそういうのはあるんじゃないかな。でも少しでもこうやって楽しくしてて、楽しい時間が長ければそれはそれで、ね、いいことだなと思いますけどね。これから暖かくもなるからね、そうですね、期待したいですね。そうですね、そうですね。